続いて大南選手と猿田選手に来てもらいました。ぶっちゃけトーク、はい、始めていきたいと思います。これサポーターの皆さんから質問もらったんで、はい、答えてもらいます、はい、試合の入場前、選手が並んで待機しているときはどのようなことを考えているのですかという質問。大型ビジョンに映されるために気になってました。これは試合の入りのイメージをして、監督に言われたことを整理して試合に入るようにします。集中して、はい、はい、そうです。自分はまああんま考えないって考えてないです、まあ、ワクワクしてる感じなんで、まあ、いいプレーしたいな。無心タイプね。無心タイプです。おいいね、全然タイプが違いますけど。じゃあ次行こうか。サポーターの顔は日立だとどの席種でもよく見えますか。めっちゃ見えますね。めっちゃ見える。はい、めっちゃ見えます。めっちゃ見えます。めっちゃ見えますし。あ、見える。同じ人座ってるなとかは分かります。ああ、これ同じ人座ってるなとか。ゲイフラとかあればね。そうそうそう、ゲイフラはそうですね。またこのスタジアム見えます。じゃあより近いから見えます、はい、クラブハウスの人気メニューてか好きなメニュー、ピアノのじゃあ好きなメニュー。俺はバナナジュース。いやそれはそれはまあ否定できない。まあ飲み物、まあまあまあ食事で行こうか。食事だと食事バナナジュース人気だな。カレー、カレーもあとはペジョン。ああ、ペジョンね。わ、めっちゃ好き。毎日食べます。それはたまに出てくる麺類っす。麺、うん、何でも。まあ、担々麺とか。担々麺。から、から肉じゃがとか好きっすけどね、俺。おー、ピアノ肉じゃがね、はい、ある、よく麺はいつもね、そうだね、担々麺とか。たまにラーメンとか。たまに出てくるんで。おー、確かにたまにがいい。たまに感がいい。すまして。ラストの質問いきます。あ、だから、はい。サルタ、大南。大南、サルタ。いや、あるかな。マジそんな。ないっすよね。キーパーじゃないですか、はい、キーパーってあのめっちゃ一人じゃないですか、はい、何どんな気持ちですか。なんか攻めてる間とか。あー、キーパーのメンタリティ。じゃあちょっと暇な時間あるじゃん、はい、どんな暇な時間って言ったらおかしいけど、ああ見えてキーパーって暇じゃないですか。そうなんですやっぱり攻めてる間も、はい、やっぱカウンターがあるんで、はいはい、守備とかもしっかりと。そうですね。どういうカウンターが来るのかとか。寂しいなと思うことないですか。いや、みんな戦ってるんだ。背中にいるじゃないですか。そうだ。いや、でもじゃあゴール決まった時とかは。ゴール決まった時は、まあ、正直、うんうん、自分性格的にまあゴールパフォーマンスがしてみたいんですけど。やっちゃう、まあ、羨ましいなと思いますね、うん、ゴールパフォーマンスしてるのは。いやでも後ろから、後ろでガッツポーズして水飲むしかないんで。いや、やってんじゃん。でも他のチームの選手ゴールライン。あ、そうなら、まあ、軽くやりますけど。でももっとなんかいい、チャンピングガッツポーズしていい。海外とかダンスとかしてるじゃないですか。楽しそうっすね。やればいい。やっていいよ、やっていいでしょ。面白い。やってほしいの。来年来たい。オフ明けの春季の注目。ゴール後。ゴール後のパフォーマンス。パフォーマンス、期待。点決めた選手も多いけど、キーパーの春季を見てください。じゃあ、今金髪ですけど、来年はどうやっていこうと思いますか。髪型変わりません。変わらず。はい。変わらずですか。1ミリも変わりません。1ミリも、はい、なんでその髪型なんですか。ダメですか。ダメみたいに言ってくれ。サッカーの質問が良かった。いや、なんでもいい。ありあり、プライベートもあるから。今年やっぱ2点決めてますけど、はい、来年何点決めますか。もういいね。まず、まだ今年終わってないんで。今年もあと2点。まあ確かに確かに。残り2試合、あと2点ですか。あと2点いく。今撮影段階の推しの YouTube ですよね。そう、でもだからいいよ全然。4点決めましたけど。4点決めたことになって。4点決めましたけど。4点決めたことにして。来年どうしますか。来年もやっぱ4点以上。4点以上。なるほど。はい、ありがとうございます。あ、続いて土屋選手と田中選手来てもらいました。サポーターの皆さんから来た質問に答えてもらってます。じゃあ早速、試合のハーフタイムや試合後のロッカールームはどんな雰囲気ですか。試合後、はい、勝った時の流れ。監督帰ってきて、そういうコーチ陣が勝った時はハイタッチをしてくれて、で終わってみんなそういう集まって監督のその日の感想っていうか、そのコメントをもらって、監督の話が終わった瞬間にもう解散というか、もうみんな個人のの着替えてもう早めすぐ帰る人もいますし、まあまあでも今のレイソルは監督が話してよくやったって言って、もその話終わったら怖い。
るからね。2人はじゃあなんかすぐ帰る、ちょっとロッカールームで、僕たちは最後のみんなが片付けがあるから片付けがあったりするので、最後まで残ってます。じゃああれだね、携帯見て他会場チェックして、はい、そうです、時間潰して、まあ、やっぱ勝ったらね雰囲気はいいっすね。アウェーだったら、アウェーだったら待つか、大体出た人はなんかちょっと話してるというか、みんなスマホ 見たりしてるので、あえて若手はもう早めにすぐ入っちゃうで、片付けしちゃうから気使ってんだやっぱり若手も。いいね、その、それでね、俺も知らなかった。確かに、あえてね、周りを見ながら行動しよう。浮かれてる先輩横目に刺さってる知り合い、偉いです。最後、じゃあピアノの話、食事、はい、一番好きなメニューと、あと試合前にどんなもの食べてるか。好きなメニューはペペロンチーノ。ペペロンチーノ、ペペロンチーノ、ペペロンチーノね。はい、まあ、まあいいが一番美味しい。一番そうですね、僕もペペロンチーノですね。本当かよ。いやでもなんか結構みんなカレーとか、まあ、カレーとかの印象深いですけど、ペジョンとか、あ、ペジョン美味しい。自分はうどんですかね、うどんとそういう果物、牛乳、あと一番野菜を取らないようにしていて、野菜はなんか消化に悪いって聞いたことがあるので、野菜は取らないようにしていて、炭水化物とあとそういうチキンとかエネルギーになるものを食べています。野菜は試合前だけ取らない。そうですね、朝とか前 日、まあ、前日とか、前日とかは食べるんですけど、試合当日は野菜を食べないようにしてます。前日夜だったら、まあ、ピアノ、ホームゲームだったらピアノでうなぎが出るんですけど、うなぎ好きです。うなぎ好き、美味しい。いいよ、どんどんアピールして、はい、自己紹介になるから。うなぎ好きなの。美味しいです。あと普段あんま食べないのかな。そうですね、俺もそうです、まあ、炭水化物を多めに取るだったりとかは意識するようにはしてます。うん、で、うどんは僕は気分、あ、気分変えるの。ご飯の時もありますし、うどんの時も。基本、レイスではうどん、パスタ、まあ、ご飯、ご飯とかおにぎりが出るんで、それでうどんが多いかな。そっちは割と、なんで、その日の気分で。そうですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。うわ、でかっ。でっけー、わざとらしい。ジョムさん、サポーターから質問来てるんですけど。あ、なんでしょうか。何を食べたらそんなでかくなる。何を飲んだら、何を食べたら、まあとりあえず好き嫌いなく何でも食べる。出されたものはよく食べる。あとよく寝る。好きな食べ物は、うん、ハンバーグ、焼肉。あ、やっぱ肉だ、肉。肉食えば大きくなる。小さい頃から大きかったんですか。そうですね、小6で173ぐらいあったっすかね。でいつからじゃジャンボって言われるの。プロ入るときに京都の練習参加しに行ったらキーパーコーチがつけられた。バラさん、シンさん、シンさんにジャンボって言われて、そっからジャンボ。そうということです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってるよ。来年行っちゃうね、頭からね。え、来年頭から行っちゃうね。違う、黒髪どう。黒髪松田翔太っぽいでしょ。これ揃えてライアーゲームの松田翔太っぽいした。もうネタ切れ、もうネタ切れ、もうない。これはですね、シーズンオフの YouTube 企画でサポーターさんから来た質問に答えるっていうコーナーなんですけど、シアシに質問来てます。個人宛てで。マジで行けない。ここまで。もっと欲しい。ボールを受ける時のシーガー選手の体の使い方が上手いなと思っているのですが、ボールを受ける時に気をつけてたり意識していることありますか。気をつけてること、受ける前は結構長くなるんですけど、チームがボール回すためにうまく相手の嫌なところとか、ここ取ったらこの選手相手組んだろうなとか、パスここにつければ相手も変化してくるんだろうなっていうことを意識してボール受けて、で体の使い方はボール受ける前に見て、相手がこの辺いるな、で味方この辺いるなってターンする前にちょっともう一回チラッと見たらちょっと変化してるから、そこでターンしようとか、戻そうっていう、そこで変えれるように練習からやってます。はい、これはもう100点満点。こっち映してください、あの白いボード。
これでね、いつも壁打ちしてね練習しますよ、このベンチで。このアップしていこう。これでね、これこの白い壁打ち。僕は最初はこのタッチラインぐらいのとこにあったんですけど、パスしすぎてちょっと下がっていって落ちまっちゃった。そんなわけねえだ、いつもあそこだろ。力強すぎだろ。いや、一個さ、このボール受ける話できっかけがあったっしょ。突然だっけ。あ、監督にしこたま怒られたやつ、はい、バックパスが多かった試合だったから前向けと、だからそっから結構意地になって前を向くように、そうそう、常に前を意識するようになったのが突然。いつの突然、ルバ違うか、リーグか、アウェーのアウェーリーグ、7月手前ぐらい、今年の、今年の。じゃあやっぱりボールが来る前に常に味方とスペースを意識してるということですね、はい、これが一流の秘訣、柏山の心臓の秘訣見習います。ただ心臓だからバクバクしてますこれ。どういうことや。真面目な回答ですね。そうだね、いつも違うけど、まあこういうとこは真面目に、こういうとこはしっかり好感度アップのために真面目にやるやつですけど、二人で喋ってたらこんなんじゃないです。猫かぶってます。それを常に引き出せるように今後も頑張っていきます。はい、候補が悪いです。候補が悪いね。ね、はい、ありがとうございました、はい。ホゼ初？初です。初だね。じゃあこれシーズン、おぉ、リチ。そんなんじゃないじゃん、いつも。シーズンオフのね、YouTube 企画で、サポーターさんの皆さんが来た質問に、選手が答えるっていうコーナーなんですけど、はい、なんとホゼさんに、名指しで質問が来てるので、はい、ご指名できてるので答えてもらいます。真央くんに質問です。日本代表の遠征で海外に行くことが多いと思いますか？長時間移動の際の過ごし方を教えてください。あ、これ俺も知りたい。飛行機の中ってことですよね。そうだね。今年どこ行ってます？サウジ、ウズベキ、ウズベキ、ウズベキ、スペイン、スペイン、うん、いいね。まあ、iPad でネットフリックスをダウンロードして見たり、まあ、あとは睡眠ですかね。睡眠、はい、寝た方がいいな、あれ。寝ない方がいい、寝ない方がいい時もありますね。いい帰りはしっかり寝た方がいい時と使い分けて、はい、ネットフリックスは何見るの？韓国のドラマだったりとか。射程がええとか言ってよ。意外オッケー、意外だね。ホッスや韓国系だね。アニメとかですかね。あ、うん、アニメ、はい、ブルーロック、あ、ブルーロックだったり、青足だったり、青足、あ、サッカー系のアニメ。次の質問、個人ちゃんとか耳に入った時はテンション上がりますかって質問が全体に来てんだけど、これホッスは多分今年ちゃんと出来上がったね。そうまず最初に聞いた時の鳥肌ビンビン。鳥肌ビンビンって言う。いや、来た、はい、高まった、気合入りました。ホッスーマはあれあれだもんな。そうですね、あれ耳残るね。歌える射程。おい、しっかり YouTube で学習しとけ。はい、歌えるようにします。そのために言うんだ。ホッスーマをあれ歌いますよ、なんなら。え、歌います。歌いますのわかんないけど、じゃあちょっと一回感謝のメッセージ歌ってくれた方に、まあ、まずは、まあ、自分がゴールを決めて、まあ、ちゃんとを歌えられるように頑張ります。ありがとうございます。おい、自分の背番号にユニフォーム着てるサポートを試合中とか見かけたらやっぱり嬉しいですかって質問。あんまり見たことないですけど。おかしいな。あ、でもまあ1年目だからいるっしょ。でも1、2回くらい見かけた時は、うん、来た、すごい嬉しかったっす、ね、そうだね。やっぱ、はい、高卒1年目から嬉しかったっす。応援してくれていっぱいいると思う。記念ユニフォームにもね、結構来てましたよね、申し込みが。やっぱね、自分の格別でしょ。ホセはもう慣れちゃったと思うけど、もういっぱいありすぎて。全然です。なんか結構土屋さんが多くて、おお、名字にと、そうそう、名字ね、一緒に、じゃあ土屋共に、名字土屋だから親近感みたいな、共に戦います。そういうの大事だよ、はい。練習中は年齢関係なく全員呼び捨てですか？質問が来てます。練習中ですか？はい、もちろん呼び捨てですね。基本は呼び捨てですね、まあ、ちょくちょく谷さんは谷さんですね。谷さんだけは違う、はい、お世話の中で違います。俺は結構普段呼んでるような感じが癖ついちゃってるんで、練習中でも、まあ、真央くんだったり、もう さしくんだったり、結構くんとかさんとか、うん、そのぐらいだったの。呼び捨てだもんな。俺真央くんですよね。土だけここはいいけど、やっぱ土屋真面目だけど、まあ、森と細谷の関係とか、田中、マスカケと細谷の関係とか、
ひどいもんなんです。細谷は森尾も呼び捨てだし、田中マスカケは細谷を呼び捨てだしと。まあ、森が悪い。森が悪いじゃねえ。まあ、先輩の教育が良くない。まちまち、この二人は。呼んだり呼ばなかったり。はい、呼び捨て。基本は呼び捨てだけどね。はい。おはようした。うん、うん。これじゃあシーズンオフ企画の YouTube でこう、はい、サポーターさんからの質問を答えるっていうコーナーなんですけど、対応宛てにご指名で質問が来てるんですね、答えてもらいます。わかりました。岩下航選手と小川太陽選手のインスタの投稿時にたまにあるリプでのやり取りが面白くてつい見てしまうんですけど、仲良しなんですかっていう質問が来てます。そんな、いや、数的にそんな多いのかな。何回ぐらいやってるのかわかんないですけど。そんなに見てくれてる人がいるとは思わなかった。いやまあでも同期がレイソルでは同い年が初めてなんで渡るが、はい、まあ仲いいんじゃないですか。期待してない。いやでもまあ喋るし、まあいつもね、はい、一緒にいますよ、ね。連絡も取るし、基本でも岩下から誰がらみそうなイメージ、はい、そうっす。誰がらみなだけです。一方的な あいつからの岩下が迷惑します。そんな全然反響ないと思ってたんで、いいねとか超少ないから、そのコメントに対しての多分でも面白くてつい見てしまうってことは悪くない反応だから、引き続き、はい、それはでもいつも小賀選手に、いやそれ当たるから 俺に来るだけです、うん、俺からはしてます。 あるんじゃないですか、そろそろ。じゃあそうっす、皆さんに。いやあいつ投稿、あいつ投稿しないから、そもそもあんまり。そうなの、まあ、俺からも逆にしゃあなし。たまにある投稿にある。そうっす、入れていきたいな。面白いリップ楽しみだな、はい。自分のゲーフラが試合の時に見えたらどのような気持ちになるか教えてほしいですっていう。いや嬉しいですよね。みんなは一緒だと思いますけど、目立つしね、はい、よく見えるから。アップの時に入場してって挨拶するじゃないですか、うん、あの時自分いつもバックスタンド行くんで、はい、結構バックスタンドに持ってくれてる人が多くて、うん、すごく分かりやすいし嬉しいですね。毎回一応ちゃんと手振るようにはしてるんですけど、ぜひね、みんな作ってほしいね。はい、ゲーフラー、すでに太陽いっぱいあるから。いやゲーフラーは確かに嬉しいですよ ね、やっぱりあると作ってくれてる感がやっぱり、ね、もちろんユニフォームとかタオルも。そうですね、4番掲げてる人も目につくはつくんですけど、やっぱゲーフラーが一番よりね反応しやすいと思うんで、労力をかけてくれてる感じ。そうですね、ありがたいですね。個人ちゃんとか耳に入った時はテンション上がりますかっていう、あのあこんなこと言ったら怒られるかもしれない、大癖のあのちゃんと小賀のガガガのガガガ怒られちゃうの。いやあれでもやっぱテイストルらしさが存分に出てていいですかね。そうですね、もともとはあの名前だけのあのちゃんとだったんで、もともといた小賀選手と同じちゃんとで、あ自分はこれで行くんだなってその時には思ってたんで新しくあえて作っていただいて、うん、はい、嬉しいですね。あのガンバ戦なんか その2つとも歌ってくれてたんで、ね、いやまあテンション上がりますよ ね。最近はなかなか聞けないですけど、来年あたりは来ちゃうんじゃないですか、日立大で。いや日立大で聞きたいですよね。ガガガ全然聞けてないんで日立大で。僕にも作ってみて。いや確実に炎上しちゃう。はい、頑張ります。早急にお願いします。僕はもう頑張って一番に頑張りますので。はい、ありがとうございます。